ゴリゴリに盛り上げていきたいと思うんで、はい、ワールドカードの最高の、15分を ね皆さんに ね、はい、お届けできたと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ね、1曲目からすごい盛り上がってくださってありがとうございます。嬉しいです、はい、ということでですね、1曲目にお送りしましたバーンという、もう本当燃えるような熱い洋楽をお送りいたしました。はい、2曲目はですね、おしゃれでかっこいい、またまたゴリゴリな洋楽をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。 Lady Marmalade。Remember the day I know. Oh, 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 oh,
楽しい楽しいね楽しいね。レイリーマーマレードお送りいたしました。はい、はい、ということでですね、僕たちは、僕たちは今回のシュガーベビーライブ4回目ということでですね、そうですね、で今回のテーマが、なんだ、熱い恋恋元気。まずね、熱い、もうクリアしてるんじゃない、もう、ね、衣装が熱いし、もう炎だから、もうみんなもこれでもこの曲を聴いて熱くなってると思います。これも OK、クリア。はい、次、元気、せーの、よし、OK、いいです。OK、OK、まあ、もう元気、もう分かるでしょ、分かる、みんなもね、笑顔がもう元気、もう本当素晴らしい、嬉しい、もう最高、元気もクリア。次、はい、来い、うん、大丈夫、多分してる、来い、このメンバーしてる、雑いよね。はい、今日、皆さん、ぜひも僕らに恋しちゃってもいいですし、このね、他の共演者、うん、隣同士のね、お客様とも、こう、偶然こう、てか、みたいな、もう、あってもいいと思いますし、ですね、最後に登場するシガーさんにも、恋しちゃって、うね、もう、これもクリアだね。そうだね。だからね、僕たちね、もう一つあるんですよ、テーマが。そうね。ワイルドね。ワイルドとは何ぞやと。わかんないんですけども、僕たちはね、このあと2曲なんですけども、はい、あとこの2曲で最後の皆さんの心の中にワイルドぶち込んで帰ってほしいわけですよ。もう無理やりか、もう手がはち切れるぐらいね、手拍子してそのまま病院に行っていただいてね。それでもうどうしたのだから、ちょワイルドすぎてといえば、多分、はい、あの治療費もこう、ね、無料に入れて保険がつくんだ、ワイルド保険が。どんな、はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね、最後に、あれだ、忘れてた、何を、あ、僕たちはですね、ワイルドカードと言うんですけども、はい、僕たち、あの、スギちゃん、知ってます、スギちゃん芸人のね、僕たちすごい尊敬してまして、もう皆さんね、お分かりです、お分かりでしょうね。はい、僕たちね、最後の曲に入る前に絶対誰ってこのメンバーがね、ワイルドなことを言って最後の曲に行くというね、掟があるんですよ。今日はこんなにお客様いますよ、はい、はい、誰にワイルドを言ってもらうかっていうのをお客さんに決めてもらいましょう。そうだね、そうですね、よし、ちょっといいよ、じゃあ奈々子決めや、誰がいいよ、言って、うん、小橋、小橋、はい、小橋、急いで急いで急いで、はい、急いで、じゃあ、あの、そこのお兄さん、あの、はい、この6人の中で誰、ね、ワイルドなこと言ってほしいかなって、割とグッと刺さる、ワイルドなこと、割と得意なのは今喋ってる方と、うん、一番こっちの方ですね。割と得意なのはね、割と、まあ、いや、空気読んでよろしくね、はい、スターボーズ、よし、あー、なんか、うちらさ、あの、発表、ちょっと、後ろで見てよ、怖いよ、一人怖いよ、よ、ワイルドケッティだぜ、ケッティ、シュガーベビーライブすごく楽しみで、今日朝起きるときに目覚まし時計鳴った瞬間にパジャマ破ってんだぜ。ありがとうございます、ありがとうございます、合格、合格、合格、60点、合格ない、大丈夫です。そうですね、いつもこの雰囲気によって次の曲の雰囲気も変わるんです、ね、良さそう、多分大丈夫、あとダメちゃんあげるね、あとダメちゃんあげるからね。はい、ということでですね、最後の2曲、ワイルドゴリゴリに盛り上げていきたいと思います。皆さん、この後2部、3部、シュガーさん、全力で盛り上がってください、よろしくお願いします、はい、それでは最後、2曲続けてお送りします。アップタウンファンク and Runaway Baby。
Thank you.